はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、こんな感じの僕にしてはね珍しく人造人間パテをね使ってこっかなと思います。で、今回注目していきたいのがこちら無課金のね13号ですね。まあ、人造人間の青枠って結構17号ねばっかり見ると思うんですが、このね13号もめちゃめちゃ優秀ですね。はい、ユニアビ見ていきましょう。ヨダメアップ持ってて、ヒガメカット60、さらに人造人間1人編成されてるたびにヨダメと記録回復速度がアップします。自身が戦闘不能になると記録50減少と玉吐きも持ってるんで、まあ、落ちバフみたいなもねあるっていうことで、まあ、めちゃめちゃ優秀な子ですね。で、敵と対峙するたび、敵の体力が 50% 以上だと記録回復入れてヨダメアップもして、で、経由能力もなんかいろいろ持ってますね。特にまあ、人造人間のね体力回復と気力回復、味方のねヨダメアップができるんで、まあ、ここら辺はねめっちゃ扱い勝手いいんじゃないかなと思うんで、優秀な子ですね。メインアビがなんとヨダメ消去負荷のドロ族2段階アップ30カウントといったわけで、めちゃめちゃ強いですね。で、敵の能力強化、状態強化も消去できるんで、まあ、5カウントで使用できるんでね、うまいこと刺したらベジブルに対しても、バフ消しできるといったわけで、めっちゃ強いと思うんで、はい、普通にねこの子使った人造もやれるんちゃうかなということで、こちらの編成でやっていきましょう。はい、で、今ねレッド序盤なんですけれども、全世界トップ53位ということで、ちょっとねこれで潜るめちゃめちゃ怖いんだけど、まあ、やっていくか。よし、来た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 。相手髪の毛パーティーと言ったわけで、これ芝効果、初手誰で行くかなんだけど、ガンマで行きましょう。ガンマで行って、ベジブル入りのパーティーはね絶対13号を裏に置いとかないといけない。もう本当にねベジブル全然当たらなくて、一回ぐらいはね、ベジブルに対してもやれるんじゃぞっていうところを見せたかったんですが、はい、やっと当たったんで、しばいていこうと思います。マジで、でもこれは集中しないと勝てないんで、ちょっと雑談とかもね、喋りたいこと一個あったんだけど、ちょっときつそうかな。さあ、やっていきます。お願いします。集中しよう。対戦よろしく。どうしてくるかな、初手。遠距離離れてみる？遠距離。あー、ギリ間に合わんかったー。やらかしたな。まあ、ただ、裏に13号置いてるんで、これで属性受けができるっていう。オッケー。偉くない？しかもね、この子ちゃんと硬いから、普通に17号に引け取らんぐらいはちゃんと硬いんで、まあ、全然偉いですね。削れすぎ、削れすぎ。いや、これは普通にやってる。相手のベジブルがおかしい。特殊あったら積むんだけど、僕。メイン切るか。バフ消して、ありそうなんだよな、ほんで。動きが危ねえ。メイン切ろう。まあ、回避甘えるか。ありそう。オッケー、普通に入るよね。さあ、特化向こうです。ベジブル。どうしよう。玉木入れとこうか。裏で玉木入れまして、ロズ出しか。遠距離してきたんだよな。割と受け目で戦ったらいけそうだけどな。最速取れそう。無理か。止めて、メイン切っちゃったよね、裏。怖いな！はい、こういうね、プレイングに対して、角換が取れる。クソ強いんよね。さすがに外そう。もうセル最悪切ってもいいんで、ライね撃たれても大丈夫なんで、いいよ。ゴジブルも一回使わした。必殺あり、いやないか。止めてくる。遠距離遠距離遠距離、中距離。いや、だからそれは狙いすぎ。さすがにそれやっちゃいかんって。さすがにどういう博打なん。ちょドラゴンボールレジェンズじゃないって、それはもう。これ必殺にしとこう。見てくる。気絶入れ。ちょ、一発ぐらい気絶入れていいでしょ、これは。オッケー！ああ！無効化されたバカ野郎！なんで？最悪や、マジで。うおー、金助さん。びっくりしたー。怖すぎるな、普通に。いやー、ドローンがよろしくない。必殺打っとこうか。オッケー。落とせ。いや、惜しい。クイックいきます。めちゃめちゃやってることすごいよ。こういう方は回避回避入れといたらまあ大丈夫。ベジブル来い。まあさすがにね、いや究極ありそうだけど、てか持ってるけど必殺って聞くれるんで、これ究極破棄したな多分。オッケーオッケーオッケー。いっと見て大キャンしてんのか。セル。いやー、回復されていく。これね、即いっちゃうんすよ。いや、マジか。やばいな、これ。出して、チェンジゲージ貯めましょう。
ガンマ来るかな。じゃあガンマじゃねえ、ベジブル来るかな。うん、どうしようか。究極切ってくるよね。いやー、まあまあガンマ受けるか。ちょっとね、あんま削られるの美味しくないんだよね。いった、思った8倍効いた。ちょ記念取ってね、記念取ってね、マジで。オッケーオッケーオッケー。これ必殺ぶっぱ怖いんで絶対撃つでしょ。あ、そうね。そうだよね。そっか、読み入れます。オッケー、動き変わらないね。で、これはもうライでいいかな。ワンチャンベジブル。まあ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 、オッケー。それ持ってこれんねやったら全然いいっすよ。セルがめちゃめちゃ活躍してるな、これ。オッケー、ぶち通っていく。で、相手ロゼからかな。ロゼから来ると思うんで。なんかワンチャンアーツ押してきそう感。いや、ないかな。いや、頑張って打ってきそう感あるな。ちょ、跳ねとこうか、これ。あ、ベジブルだったわ。危ねえ。ユニゲ欲張りたい。いや、これ無理だわ。即行って。めっちゃそっかい好きだな。いやー、ギリ回りそう。出そう出そう出そう。あ、落ちたわ。ごめん。もう、あ、特殊持ってくな、バカ。え、これ引けない。回避読み。もうずっと跳ねるんで、この方は。ちょ、ラグい。ちょ、もうマジでラグい。そらちゃうやん、普通に。やっちゃいかんやん。フルフォースして。どうしよう。38ね。いや、マジか、それそうした。一旦止めるか。オッケー、これでコアブレイカー持っていきましょう。弾切れて、これで安全に勝ちもらったら多分勝てると思うんだよな。怖い。タックルってくる。オッケー、最速。まあ、ロズ出してくるなら出してくるでもいいよ。出してきそうやな。これ変に必殺つっとくか。あー、まあ、出してこん。気絶。無理か。まあ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 。これでセルの自爆入れるでしょ。で、敵メインも切ってくれたんですよ。なんで、ここはカード空きも入るんで、めちゃめちゃヒット確認安定。いや、ヒット確認行くか、これ。時間稼いでもいいな。どっちでもいいな。ヒット確認行くか、でも。強すぎ。オッケー。変えないといけないよね。おお、なんか入ったわ。いや、でもこれね、落とさない方が絶対いい。落とさん方がいい。絶対落とさん方がいい。もうちょっと圧打ってもよかったな。いいよ、カーブレイカー入るよ。はい、これで攪拌取って、で、よだめ勝ちっていうね。オッケー、これよだめ勝ちしてますね、絶対。オッケー、はい、こういう勝ち方ができるんでね。いや、腎臓マジで強い。オッケーオッケー、一番ミスサイの見せれた。さあ、お願いします。青村サイヤといったわけで、これガン有利ですね。ガン有利なんで絶対勝つよ。攻めて、身勝った着地ね。だね、お互い範囲着地持ちなんで、結構自利品になるかも。止めて、タックル君入れて反応しろ。オッケー、はい、こういうことなんすよ。範囲着地強すぎ。はい、とりあえず特化向こうでガンズに殴っていこうか。こっち出して、いや、気力減少強い。いや、気力間に合うんか。ユジムーブ読みしよう。あぶねー、なんか入っていく。ラッキー、特化向こう、予約で。強い。一冊っときましょう。いや、楽しい。ガンマめっちゃ楽しい。うおー、いい火力出していく。ナイス。熱。神手射撃。弾減少させてるんでね、絶対雷はない。神手ダイキャン。いやー、なんかめっちゃ、あ、これ持ってんな、絶対。オッケー。ケアして。いや、噛み合っていく、最悪。直撃したわ。うん。ド M になったわ、ガンマが。ごめんね。ずらすか、OK。よーし、これは、予約行って、予約行って。いやー、まあ、止めてくるか。だいぶ削ったよ。メイン切っていいや。
逃げ止めて。待って、遅い回避になっちゃった。あ、これこそ遅い回避取りたいけど、ちょっと。ソロライディラッキーデッドリーボンバー、オッケー。でこれポイントですね。13号のメインって僕切ってないよね。13号のメインがドロー速2段階プラス打撃ドローなんですよ。なんでここ割とねライジング後のケアができると。タックル打ってこい。いや打ってこんのかい。補助際の悪いやつら神地とあやきゃん単発メインケア絶対直当たりされちゃダメ。下がってもうこれセルで詰めます。オッケー。こういうキャラコンが大事。腎臓はおっとお祈りしてくれって待って気力現象危ねえ気力現象強すぎだそれ。カードキ入るタックル即2連回避。いやマジか。そういうことしてくれ。ミスってくれてるね。ありがとうし。はい、強すぎとし。オッケー。はい。強これ絶対声優さん遊んでるやろ。はい、ということでね、今回は13号入りの人造人間使っていきましたが、まあ普通に強かったですね。あともっと、まあプレイ磨いたらね、めちゃめちゃ強い編成になると思うんで、うん、やっぱ安定感がね、とんでもなかったんで、良かったかなと思いますね。で、13号の使用感も良かったんですけど、よく考えてみたら、ガンマと13号って劇場のつながりもあるんで、まあそっち路線で組んでみてもね、楽しいんじゃないかなって思いましてね、特に僕みたいなね、セルガー、帝突の方っていうのは、まあゴジブルとか積んだ方がね、いいかもしれないですね。はい、そんな感じでした。お疲れ様でした。